今日はウクライナからの避難者や日本人らおよそ200人が集まり、名古屋栄の繁華街をウクライナの国旗などを掲げながら戦争反対を訴えデモ行進しました。まだウクライナでは人は死んでる、とても大変な状況、もうみんな戦争は終わってない、忘れないでほしいです。戦争まだ終わりません。毎日心配します。早く戦争終わる、それ一番大事。デモ行進のスタート地点となった久屋大通公園の光の広場では、避難者らが手作りしたウクライナカラーのキーホルダーやコースターなどのチャリティー販売も行われ、デモの後には黙祷が捧げられました。